番組。番組は、段を組むことを指す言葉で、特に紙などの印刷物やコンピュータ画面などにおいて2列、以上の列に分けて、文字や図などを配列することである。マルチカラム、もしくはコラムデザインなどとも呼ばれる。番組が行われる理由の一つとして、可読性が挙げられる。一続きの文章において1行の文字数が多くなると、可読性を損なうことがある場合。 段を変えて一行の文字数を適度にすることで、可読性を保つ子ができる。また一行の文字数や区切りとして用いる形成の種類など、番組の行い方により、デザインの幅も広がる。出版物では、書籍、雑誌、新聞などで広く用いられる手法である。マイクロソフトワード、一太郎など多くのワープロソフトでも番組機能が搭載されている。 ウェブサイトのデザインの際には例えばメニューなど、ナビゲーション部分と本文部分といった2つ以上の列に分割して、コンテンツを配置することを番組と呼ぶ。この意味での番組には大きく分けて、テーブル、表組によるものと CSS によるものがある。文章が横書きの場合には、縦の列に、縦書きの場合は横の列に分けることとなるが、2012年現在では、 横書きの文章を縦の列に分割するケースに限定して取り上げられることがほとんどである。これは縦書き表示を行うために用いられる CSS3 の草案にあるライティング、モードプロパティを先行実装しているウェブブラウザがインターネットエクスプローラー5.5以降のみであり、縦書き表示で番組を行うサイトを制作することは 事実上同ブラウザに特化したサイトとなることによる。テーブルによる場合、HTML のテーブル要素を用いる。Netscape Navigator 4-X 以前や、インターネットエクスプローラー 5-X 以前をはじめとした、CSS 対応が不十分な、もしくは未対応の比較的初期の四角形ウェブラウザでも、テーブルの表示には、表示に、ほぼ対応しているため、かつては多く用いられた。 一方で、ソースが複雑になることや、セルの分割方法によっては、テキストブラウザや音声ブラウザでの閲覧際に,に、コンテンツの順序がおかしくなることもあり、ユーザビリティが低くなるなどの問題がある。また本来の表組みの用途から外れた使用方法でもあることから、W3C は推奨していないが、W3C も公式サイトトップにおいて、ブラウザの CSS 対応が不十分であった。 ことなどからテーブルレイアウトを用いていた時期がある。また CSS による場合にはフロートプロパティで回り込みを設定することで実現するものとポジションプロパティで各ボックスを絶対配置することで実現するものの2種類がある。いずれの方法を用いるかは場合により異なる。例えば絶対配置による方法では HTML を記述する上で内容の配置順序が 自由になることが回り込ませるボックスを先に記述する必要がある回り込みよる方法よりも優れているが場合によっては後続のボックスに重なって表示される恐れがある2013年現在では CSS 対応ブラウザの普及が進み W3C 標準にも従っているため非資格系ウェブブラウザ等に対してもユーザビリティの問題が少ないため例えば Google や Yahoo その他かつてはテーブルレイアウトを用いていたサイトも CSS により番組を行うようになるなど主流になっている。一方でウェブブラウザのバグや使用、各人の閲覧環境の違いからの影響がテーブルレイアウトよりも大きく、表示の乱れが比較的起きやすい。特に画像を配置した場合にこの傾向が顕著となる。他方、出版物と同様の本来の番組の ウェブブラウザ上での実装についても模索されてきた。ウェブブラウザの幅は出版物とは異なり多くの場合、可変である点が異なる。本来の番組をウェブブラウザ上でもデザインのためのものと同じくテーブルや CSS を用いて擬似的に表現することも可能だが、制作時にコンテンツをいくつかのセルやブロックレベル要素に分かる必要があるためマークアップの観点から見ると本質的ではない。 また一列の行数や文字数は均等に自動調整はされず、手動で適宜調整する必要もある。かつては、ネツケイップ 3X および 4X に番組用に独自拡張要素マルティカルが実装されたことがあり、これを用いて制作されたウェブサイトは、対応ウェブブラウザでは、各列の文字数などが自動的に均等に制されて表示されるが、 見栄えを表現する要素であった点が HTML の理念にそぐわなかったため可正式な HTML 仕様には取り込まれず、後継となった n e t ー c a p e 6 x 以降や Modzilla Firefox でも対応していない。ただし Just システムが開発し、2013年現在は開発停止状態の JustBay には独自に縦書き表示機能も加え、マルティカルを実装していた。また、 走行段階である CSS3 では、マルチ、コラムモデュールとして、番組み用のプロパティが用意されており、2013年現在では、オペラ、モジュラベースのウェブブラウザや、サファリや、クッケルクロムなど KHTML ベースの、ウェブブラウザマルチ、コラムモデュールに先行実装として対応している。さらに、CSS3 では、ディスプレイプロパティの値として、ボックスが追加され、 フレキシブルボックス、CSS 2で回り込みや絶対配置を用いて実現していたのと同等以上のことも可能になっている。こちらもオペラ、モジュラベース、KHTML ベースなどで先行実装されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。